ま、こんにちは。au 株コム証券投資情報室の藤井です。動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回はアメリカ株基本の基ということで、これからアメリカ株を取引されたい方や、アメリカ株に興味をお持ちの方向けに、アメリカ株式の基本、それから Q&A、そして最後に当社のお取引の方法まで簡単に、そしてコンパクトにまとめてお届けいたします。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。では、早速最初の資料に移ります。まずは、世界におけるアメリカ株の立ち位置を確認します。国際取引所連盟に加入しております、世界の主要取引所の時価総額ランキングをまずは取り上げました。アメリカ株の主要取引所であります、ニューヨーク証券取引所、ナイス、それからナスダック、これは合計で6000兆円の時価総額を誇っておりまして、それぞれ世界で1位、2位となる巨大な株式市場となっています。その比率ですけれども、右側のグラフにあります通り、加盟国全体の中でおよそ 43% にも及んでいます。で、アメリカ株は非常に規模が大きく、取引も活発に行われているということが、このグラフから読み取ることができます。ちなみに5位にランクインしております日本の東京証券取引所、こちらの時価総額はおよそ750兆円となっておりまして、アメリカと比較しますと、アメリカのニューヨーク証券取引所、それからナスダックを合計したものは東証と比べて約8倍の巨大な市場になっています。続きまして、日本株とアメリカ株の比較でアメリカ株について詳しくお話ししていきます。まず様々な項目を挙げておりますけれども、はじめに主要取引所です。日本はおなじみの東京証券取引所、それからアメリカは先ほど取り上げましたニューヨーク証券取引所、ナイスとナスダックになります。ナスダックはハイテク株の比率が高くなっております。続いて主要指数ですけれども、日本ではまず日経平均が挙げられます。アメリカではよく耳にしますが、ニューヨークダウと呼ばれるダウ工業株30種平均があります。これはアメリカ株を代表する30銘柄で構成されていて、その成長性、それから投資家の関心などを考慮して選定がされております。他にもアメリカ株の時価総額のなどを考慮しました S&P500 指数、そしてナスダック市場に上場しております全銘柄を対象としたナスダック総合指数があります。ニューヨークダウンにつきましては、どんな銘柄が組み入れられているのか次のページでご紹介しますので、お楽しみください。では次に識別コードです。日本ではおなじみの数字4桁の証券コードですけれども、アメリカ株ではティッカーと呼ばれるアルファベット1文字以上の記号で構成されています。数字に比べてアルファベット慣れるまで入力なども大変なんですけれども、パッと見て どの銘柄かというのが判明しやすいというメリットがあるかと思います。次に取引時間です。日本では前後場間ということでお昼休みがありますけれども、アメリカにはこれがなく、日本市場の23時半から翌6時まで続けてお取引が可能です。夏時間はサマータイムになりまして1時間早くなります。そして次に売買単位です。日本では主に100株単位で市場で売買をするんですけれども、アメリカでは1株単位で売買が可能となっています。日本でも証券会社によりましては単元未満株サービスを用意しておりまして、当社でもプチ株というサービスを用意していて、1株から購入することはできるんですけれども、やはりこちらは証券会社の決められた取引時間で成り行きでの取引となります。それに比べますとアメリカ株は1株から自由に売買しやすいという特徴がございます。次に値幅制限です。日本ではその日のストップ高、そしてストップ安の制限がありますけれども、アメリカ株はございません。ただアメリカ株はサーキットブレーカー制度という売買を一時的に停止する制度が用意されております。次に決算期です。日本では3月に本決算を迎える銘柄が多いんですけれども、アメリカでは12月決算の企業が多くなっています。そして個人投資家が気になる配当ですけれども、こちらは日本は中間、そして期末が主なんですけれども、アメリカでは年4回配当を出す企業が多くなっています。
アメリカは株主還元に非常に積極的で、配当を中心に投資家に還元をしていることから、利益をすぐに株主に還元する、こういった仕組みが出来上がっていると言えそうです。そして最後に株主優待です。日本ではおよそ約1500社が優待を実施しておりますけれども、アメリカでは配当での還元が主となりまして、優待は基本的にはありません。配当を目当てに株式をご購入お考えの方は、米国株投資向いていると言えそうです。では、続きまして、主要指数のニューヨークダウ採用銘柄をご紹介します。はい。先ほどご紹介しました、アメリカを代表する指数であるニューヨークダウ、世界で最も有名な指数と言えます。正式名称はダウ工業株30種平均となりまして、アメリカを代表する成長力や影響力、それから投資家の関心度が高い30銘柄で構成されております。正式名称ダウ工業株30種平均なんですけれども、実は工業株以外の銘柄も組み入られておりまして、公益それから輸送事業以外の銘柄は組み入れられるようになっています。構成銘柄の入れ替えも不定期で行われておりますけれども、現在の構成銘柄はこの資料の通りとなっています。アップル、マイクロソフト、それからビザ、ジョンソン&ジョンソン、P&G、そしてコカ・コーラなど、私たちの身近で、そして世界的な企業が組み入れられております。ぜひご参考にご覧ください。では、続きまして、日本とアメリカの代表的な時価総額の大きい銘柄をご紹介です。こちらの資料は、日本株式市場とアメリカ株式市場で時価総額が大きい上位5銘柄をそれぞれピックアップしました。日本ではトヨタが有名で約36兆円と日本の時価総額でトップになっています。続いてソニー、それからキーエンスとなっています。アメリカではアップルが1位となっておりまして、1ドル115円換算でおよそ316兆円の時価総額を誇っています。日本とは桁が違うんですけれども、その他にも2位マイクロソフト、3位に Google を持つアルファベット、それから4位に Amazon、5位にテスラとなっておりまして、やはりこちらも誰もが知っている企業がずらりと並んでおります。日本もう少し頑張ってほしいというふうに応援したくなりますけれども、アメリカにはそれだけ巨大企業が多く存在しておりまして、株式市場のダイナミズムを感じることができる、そういった株式市場になっています。では、続いて Q&A お届けいたします。アメリカ株を始めてみようとすると、ちょっとした疑問が出てくると思いますので、今回 Q&A2 つ取り上げました。まず1つ目は、アルファベット、Google のティッカーは GOOGL と GOOG があるということで、なぜ2つあるのというご質問です。これはですね、議決権のあり、なし、の違いがございまして、これの議決権の有無によってクラスが分かれていて、それに伴ってティッカーも異なっております。 Google は当初ティッカーの GOOG のみが上場していたんですけれども、2014年に分割してこの A 株と C 株に分かれました。アルファベットには実はクラス B 株というのもあるんですけれども、これは非上場で創業者が保有しております。このクラス B というのは下のグラフにありますけれども、A 株の10倍の議決権がありますので、市場に株式を上場していても、創業者が議決権を確保しているということになります。で、少し余談ですけれども、日本ではこうした種類株というのが非常に珍しくてですね、議決権がないのは証券コード5桁の伊藤園の第一種優先株25935がありますけれども、ほぼこれのみということになります。で、この伊藤園第一種優先株25935は議決権がないという種類なんですけれども、その代わりに配当が普通株、伊藤園の普通株の約 1.25 倍もらえる、そして優先してもらえるなどの権利があります。では続きまして Q&A2 つ目です。アメリカ株を検索するとよく出てくる GAFAM って何？これなんて読むの？というご質問です。これはですね、アメリカ株を代表する5銘柄、Google、Apple、旧 Facebook、今はメタプラットフォームですね、それから Amazon、Microsoft の頭文字を取った略称となっています。読み方は GAFAM と言います。
他にもですね、ファングですとかマントですとか様々な略称がありまして、これに伴ったファングプラスですとか、そういった投資信託も現在販売されております。ご参考にご覧ください。ではここまでアメリカ株の基本を簡単にお話ししてまいりました。ここからは次のページから AU 株コム証券でアメリカ株をお取引するための詳細をご説明します。お取引をする前に、まずはこういったステップを踏んでいただきます。まずは当社に口座をお持ちいただいて、外国証券口座の開設、それから外国株の方に預かり金を振り替えていただいてお取引開始となります。詳しくは次のページからご案内いたします。はい、まず当社に口座をお持ちの方はステップ2から進んでいただきます。まずは外国証券口座の開設です。ログイン後画面のトップマイページから、口座開設状況の中のアメリカ株式、米国株式というところをクリックして、楽楽電子契約のお取引サービスのアメリカ株式より申し込みボタンをクリックして、アメリカ株式の申し込みを行います。この時点でですね、マイナンバーのご登録がまだお済みでない場合は、事前にご登録が必要となりますのでご注意ください。次に各種書面をご確認いただきまして、取引パスワードを入力いただき、同意をクリックすると完了となります。当社の審査の後、最短で翌営業日に審査が完了いたします。すでにですね、外国証券口座を開設済みの方は、書面のご確認と同意をいただくことですぐにお取引ができるようになっております。では次にステップ3です。次にご資金を外国株の預かり金に移していただきます。画面にあります通り、ログイン後のマイページの上部にあります入出金入出庫メニューより、お預かり金振替をご選択いただきます。次に預かり金から外国株預かり金というところにこうチェックボタンを入れていただいて、金額を入力、そして確認画面へというボタンをクリックします。最後に振替内容を確認していただきまして、通常のパスワードを入れて振替するというボタンをクリックして完了です。そしてステップ4です。ここからお取引が開始となります。お取引というところですね、上部のマイページ上部のお取引の外国株式から銘柄を探していただいたり、注文を出していただくことが可能です。検索画面で例えばテーマのところですね、例えば原油高メリットですとか、農業関連ですとか、電気自動車、まあそういったテーマから検索いただけますが、何も入れずに検索ボタンを押しますと、テーマのランキングなどが見れるようになっております。その他にはティッカーですとか、あとは企業名などからも検索できるようになっています。お取引ですけれども、次のページにあります通り、パソコン以外の他に発注ツールではスマートフォンの専用サイト、それからスマートフォン専用アプリ、それから株ステーションで銘柄検索、それからお取引ができるようになっています。最後に当社の注文受付時間です。当社では16時から予約注文を受け付けておりまして、取引開始となる22時半から翌5時まで、または23時半から翌6時までご注文いただくことができるようになっております。取引時間、こちらもご参考ください。はい、ということで、最後のページですけれども、今回アメリカ株の基本の基をお届けいたしました。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。動画に関するご質問ですとか、ご感想ですとか、これから取り上げてほしいトピックなどございましたら、お気軽にこの YouTube のコメント欄へご投稿をお願いいたします。では最後になりますけれども、チャンネル登録、それからぜひいいねよろしくお願いいたします。この基本の基シリーズもぜひこれからシリーズ化していきたいと思っておりますので、そういったご要望などもございましたら、コメント欄にお気軽にご投稿をお願いいたします。それではここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。失礼いたします。